さあ、ということで、B さん。はい、久々でございますね。すごい久しぶりでしたね、ゲーム。そうですね。ということで、ね、まあ、正味ね、若干忘れ気味なんですけど。いや、大丈夫です。ズマさん以上に操作が心配です。操作確かにちょっと危ないですね。危ないです。だってもうすでに、招待を送る時点で忘れてるっていう状態ですからね、我々。ね、やばいですよ、これ。あ、これって、あれですよね。これ1ですよ、完全に。1でしたっけ、これ。これ見たことある。2人でコードしないんですか？あ、これワンじゃないね。あ、これワンでしたっけ？そうそう、ワンなんだけど、ジルとクリスはワンなんだけど。でもこの舞台、このシーン自体はワンじゃないですね。これはその後です。その後ですよね。記憶があります。デビルメイクライみたいな記憶が倒れてた。こいつ見たことある。これアルバートですかね。ほら。こいつワンの親玉ですよ。ああ、なにこいつ、すごいじゃん。マトリックスかな？いや、マトリックスじゃないですか、ほんとに。もう、すげえ。消えるのかよ。これ、ずるいでしょ、これは。これ、やられるでしょ。これは無理でしょ。無理でしょ。そりゃ、かわすでしょ、パンチなんて。銃の弾かわすんだから。これは無理よね。こんなん、勝てないよ。クリス、めっちゃ頑張っとる。おお、すごいすごいすごい。これはずるくすごいこれ。ちょっとやりすぎだよ、カプコン。もう、ジルも肉出すの。おお、そりゃ、うわぁ。なんか違う、なんか格闘ゲーム見てるみたいな。そうっすね。ゲームが違いますよね、この人は。そうっすよね。明らかに。ファイアハザードやってない、こいつ。やってないです。ストリートファイター系。やばいっす。ベガナミですよ、これ。俺の倒せないベガです。やばいやばいやられるおおわこうしてジルは死んだと。おお、そういうことだったんですか。だけど、あんだけ買わせてんのに、なんで最後のあのタックル買わせないんですかね。いいとこ、確かに、いいモードつきましたね。絶対買わせますよね。そこは買わせます。あれ、ジル一人だけ、あーってなってくことなんですよね。一人でまだ買って。一人で、あーって。ジエンドですよ、それで。おかしいなぁ。まあまあまあ、そこはね、話がね、まあ、仕方ないですね。おかしかったですからね。大人の都合ってやつ。そうですね。ああ、ならないと、この話が進まないっていう話ですもんね。多分ギャグになっちゃいますから、そこでいきなり。俺、だって絶対そうだろうなと思ってましたよ。さって顔して、ジルだけ。だって可能性的には、十分にありましたからね。まあそうですね。あんだけのフットワーク見せたらね。あんだけ銃の弾かわすんですよ。たかがタックルかわせないとおかしいでしょ。タックル切れない。あれで死んじゃう。納得いかないわ。いや、死んでないでしょ。まあまあまあ、多分。これ、実はそれがこのラスボスとか。ああ、そうですね。ありえますね。可能性的には。十分にありえますね、ウェスカーラスボスは。で、散々ラスボスでしたからね、ウェスカー。ですよね。お、飛んだ。いらんやん、そのアクション。なんで飛ぶ必要性があったの？もうちょいちょいなんか無駄なことをやる。そうですね。お、とうとう3ですよ。3ですよ。いくつも何だか知らんけど。大出現。さあ、ということで、弾がないんで、ぜひ B さん前に行ってください。ちょっと待ってください。E でしたっけ、これ。10回の。もう慣れたもんですよ、ほら。あんた弾結構持ってんじゃん。え？なんかあるぞ。なんかあるぞ。なんだこれ。弾か。猛獣石炭。なんだこれ。あ、これ、なんか欠けてるから。あー、なんか。光ってるほら。あ、集めるっぽい。何これ。宝石じゃないですか、それ。ルビーでした。マシンガンの弾と、はい、お金でした。これ破壊できるんだね、じゃあ。ですね、壺は大丈夫みたいですね。今、登るって書いてありましたよ。探る。無残な死体だ。え？未送信のメールがある。登る？どこ登るってあったでしょ。え？どこを登るんですか？なんか、探るだろうか。あ、探るですよ。登るってどこにあるんですか？まあ、もう海外生活長いもんでね。そう、まあまあまあ、そうですね。しょうがないですよ。ちなみにこれどこ行くんですか？そう、いい。マップは M でしたっけ？そうですね。
あ、全然。もうこれ積んだ感じですか？いいよ。ここで1時間過ごす感じですか？いや、あれ？え？これにまた乗るの？あ、乗るって出た。ほんとだ。何のために来るんじゃん。ちょっと大丈夫ですかこれ。交代しましょうか。はい。もちろんじゃないですか。それじゃあ行きますよ。これターボできる。大丈夫ですか？ターボとか急にして。ターボですか？あーとかつって落ちないですよね。なるほど。もう使いました。任せます。要するに、こういうところに行けっていう場所。そうだと思うんですけど、敵、いないです。大丈夫です。はい。じゃあ、行きますよ。はい。ここなんかちょっと、船なんだけど怖いな、結構。そうなんですよね。あの、上とか いそうじゃないですか？大丈夫ですかね？来るでしょ、間違いなく。なんか変な、標識みたいなの。ほら、なんかまだじゃないけどさ。上にブロックぶら下がってんじゃん。ああ、ほんとだ。これで、でも、なんか石板を集めるでしょ。あれ？なんすか？あそこに刺さってんの何すか？あれ。どうですか？あの、後ろです。そっからまっすぐ行ってもらっていいですか？左です、ね。こっち？はい、そうです。あとなんだこれ？なんか光ってますよね。うん、取れないですかこれ？あ、マシンガンの弾でした。ありがとうございます。なんであんたばっかり？僕こそ弾が必要なんですけど。ありがとうございます。だってマシンガンないじゃないですか。まあそうですね。目ざといですね、おじさん。ちゃんとチェックしないと。これなん、こういうところ行って石板集めみたいな感じなんですかね。でもそうでしょう。ただ、上がれるのかな。陸上、上がれる。上がれる。もう、ここまっすぐ行ったとこ上がれそうじゃないですか。あ、ほんとだ。船着き場みたいな。降りるか。上流か。そんな勢いよく飛び出さんでもいいんじゃないの。ですよね。ふぅって言ってました。ただ、弾いっぱい持ってるから。行ってください。ちょ、なんか いない？大丈夫？おー、びっくりした、魚だった。大丈夫みたいです、ね。大丈夫ですね。乗り越えられる。乗り越えられるみたいですね。このだいぶ、なんだもんですね。魚切って得意だな。銭？銭ですね。弾が欲しいよね、ほんと。そうなんですね。これまた、あの、3とかになったら、俺、泣きますよ。ハンドガンの弾。だって前回5で、おお、来た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 。何これ？何この人？